くたのにごめん。なんてだカタカナ半角カタカナ、なんでなんで、明日また送りますね、すみません。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。めっちゃ顔がむくんでます。むくみ、むくんでいるよ、いやいやよ。あと20分ぐらいでショールーム特別記念配信の お名前&サイン入り生写真とジャケット生写真の受付が終了します。ギフトありがとうございます。お名前書かせていただく、世界に1枚しかない生写真になるので、ぜひ。なんかさっき初めてサンプルが出てた気がする。あれなんだね、水色のダイナー衣装のやつなのかな、あれ見る感じ。ぜひよろしくお願いします。そう、カタカナなんだけどね、本名カタカナマストなんですけど、コンサートが落ち着いて時間ができた気はするので余裕を持って書きたいとは思います。いつもギリギリになっちゃうので、計画性皆無なので、ニックネームはまたインスタの質問箱とかでやろうかな。今来ても消えちゃう、見つけづらくなるから書くときに聞きます。そう、もう今日中までなので、お忘れなきよう。モバメの返信
よりインスタの方が見やすい。あのね、モバメの返信だとページが分かれてるんだけど、インスタは同じページにみんなの返信がずらずらっと並ぶので、そっちの方が見やすいです。あの、分かるかな。インスタの場合はそのあれだよ、 DM じゃなくて質問箱、いつも私がやってるやつ、あれだと質問箱のページから1個で見れるので分かりやすいんですけど、メールだと都度あのページを変えていかないと次の方の返信に行かないから見づらいんですよ。でも私は毎回確認してますけど毎回それで書き写してやってますけど、そう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 っていう感じですね。間違えちゃったら、つとしを間違えたりとか、ゆとえを間違えたりとかよくしてますね、メンバーとかだと。あるあるでございます。よろしくお願いします。そう、カタカナで書いてるから結構書き方によっては逆に見えたりして返ってくるんですよ。さて、明日は公園です。久々の、踊れるかしら、心配だが、もう踊れないことはないけど、踊れないことはないけど、何の心配もしてないけど、踊れるのかしら。7月9日、先月以来ですね。まあ1ヶ月前か。でもやっぱこの1ヶ月の間で他のいろんなものを覚えているから、歌だったりダンスだったり、だから正直どうですかね久々リバイバル、よろしくお願いします。ご覧くださいませませ。そういえば久々に昨日ね、夜ね、あのゼルダをやって、なんともうラスボスに行くだけになりました。ラスボスというか魔王ね、魔王のところに行く準備が整いました。魔王に行くまで長いのかな、どうなんだろう、ちょっとそこが分かんないんですけど、思ったよりその4つの地方のリトの村とゴロンシティとゾーラの里とゲルドの町終わって、そう終わって、でまあ、もうネタバレすると城行くじゃないですか。で城行って、でそっからそっから5人目の賢者っていうのを探しに行くことになるんですよ。そうで、それの手がかりをつかむとこまではコンサート前にやってて、で
いや6月中に終わらせたいとか言ってたら全然6月中になんか他のところの他のところのサブクエストとかいろいろ道回ってたら全然終わってなくて、で全然今でもサブクエとかサブ要素とか全部見つけられてないんですけど、そうまあコンサート前の段階で地上絵とか終わらせてて、その辺はもう終わらせてたんですが、そうなんです、昨日久しぶりに本編を進めて、そう雷のね地で魂の神殿をクリアしました。難しかった、難しかったっていうかまあ時間はかかったかな昨日で。甲賀様の地底のクエストも終わらせまして、はい終わらせることができまして、あとはでそのマスターソードも手に入れたので、まあマスターソードは本来だと一番最後予定だったっぽくて、シナリオ的には。でも普通に私地上絵見終わってすぐ行っちゃったんで、はぁと思いながらもなんかシナリオプルーの喋り方的にはシナリオラストの予定だったっぽいんだけど、まあまあまあいいでしょう。あとはもう魔王に挑むだけなんですが、もう勝手にやろうかな配信しようかなとも思ったんですけど、どうなんだろう、魔王がめちゃめちゃ強かったらぐだるだけなんだよな。どっちでもいいけど、どっちがいい？見たい？見たいですか？これからラスボスに挑むところ、乗り込むところですね。でもまずそのラスボスがどこにいるかが明確な位置は分かってなくて、だからぐだる可能性はなきにしもあらずでも画面見せれないからみんな分かんないんだろうなと思って、勝手に進めてもいいなって思ってます。あーでも見たい、うん、魔王までの道のりがダンジョンなんだったらちょっと時間かかるんだよな。魔王直前まで進めとくのもまあありっちゃありだが、確かにあと何時間ぐらいかにもよるかな。何時間？2時間とかだったらまあやって、まあ2時間かかんのかな。いやわからない、なんも、あでもなんかどうなんだろうな、直前、あそろそろ終わるなっていうところまで進めていいのかもね、わかんないけど、いやマジでわからん、本当にわからなさすぎる。なんかブレワイはもっとストーリーの順番がバラバラでもよかったんですけど、結構ティアキンはなんかちょっと謎要素が多いんですよね。謎解き要素、なんか順番がちゃんとしてないと理解できないというか、全部見ないと理解できない。ブレワイはまあブレワイもそうなんだけど、ブレワイも思い出のところとか
の写し絵の思い出の写し絵とかやっていかないと分かんなかったけど、でも初っ端魔王倒しに、魔王というかガノンね、薬剤ガノンを討伐しに行こうと思えば行けたんですけど、ティアキンはちゃんと回り回ってこうお話を理解しないと、なんか何のためにやってるかが分からんっていうところではある。でもやっぱり従来のゲームと比べると比べるもんでもないですけど、なんかやっぱあれな気がしますね。なんかやっぱどっからでも進めていいから、それに関してやっぱり自由度の高いゲームだなと思いますね。ちょっと見てみよう、配信者さんが。あーでもなんか2時間とか3時間で終わってそうだな。3時間くらいかな。分からん、分からんが、寄り道したらそれは時間なくなるんですけど、案外もうラスボスだけってなったら3時間ぐらいなのかもしれない。お目目が。でもいつなら配信できるかな。今日はね耳の調子が良くなくてね。明日は公演でしょ、明後日オフラインおしゃべり会だから、でしかも遅い部なのでないでしょ。12? はあり。でどっかのタイミングでニコ生の同時視聴もしたいんですよ。あれはいつまでなんだい？それはもう少し後でもいいんですけど、みんながねまたちょっとコンサート見たいなって思うタイミングでもよくて、12やろうかな。12にゼルダの方ね、12にゼルダやってもいいな。コンサート NGT の公式の NGT の公式ツイートが見当たらないぜ。ちょっとどこにいるんだい。ニコ生は9月4日まで1ヶ月か。じゃあ余裕ありますね。12日かな。で13日はオンラインおしゃべり会の午前中ですね。午前中ではないか、午前中か、朝早い時間帯にあります。そんな感じでございますね。よし、12日って毎日配信1200日なの。そうなの、そうなんだ、そうなんだそれはそうなんだ。もうちょっと当たり前すぎて日数を重ねるのが、1200日かすごいんだろうけど、なんかあくまで通過点みたいな記念日だなという感じでございます。すごいね、ハートありがとうございます。いつも見てくれてありがとうございます。ほいでは壇上を読みます。
13位ヒノヒーノさん、12位犬くんさん、11位赤道のターボーさん、10位ディアさん、9位世界のマスルさん、8位雲の上の空豆さん、7位エータローさん、6位ヒョリゲタさん、5位新一さん、4位ゆかおしじいさん、3位東郷さん、2位くじちーさん、1位ベロさん、ありがとうございます。それでは皆さん、いや明日からはね少し推しごとが続くと思いますが、よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日おやすみ村、バイバーイ。